プレイヤーバンカープレイヤーバンカープレイヤーイエーイ。なんだよそれ絞れよ。何が言えない、見てないのにイエーイってなんだよ。もう当たりました。そっちが絞んなきゃダメ。いやもうプレイヤー当たったの。はい、当たりました。ついにロサンゼルスじゃない、なんだっけラスベガスに到着しました。到着しましたすごいですね。もう50万買っちゃった、はい、そうですね。まあまだ我々日本ですよ。あ、日本です、はい、これはたまたまホールの前にあったんで。そうですね、はい、あっちルーレットもあるんで。あ、ルーレットもありますね、はい、どうしてこれがあるんだろうね。というわけで、はい、今日はどこに来てるんですか。今日はガーデン西浦和店さんですね、はい、ガーデン西浦和店さんに来ております。はい、はい、一回来たことあります。あ、そうみたいですね。 CS の番組で、はい、めちゃくちゃその時状況良かったですみたいですね。なんか全角コーナー、全体高設定コーナーが あったの、まあ、あったけど全然気づかないやつに入ってた。あ、本当ですか。あ、僕もこの間来たんですよ、ここで。まあどうも桜大戦っぽかったんですけど、ほらそこみたいなやつでしょ。そう私前来た時、私が打つハーデス6っぽくて。あ、そうなんですね。こっちも6っぽくて、こっちも6っぽかったら、本当に全部6、全部てかなんかもうくっついて固まってたのかもしれないですね。はい、ただ全員天井行ってましたけど、私含めて私8万ぶっ込みましたからねなるほど。ちなみに僕もそのこの間来た時は12万円負けました12万。それプライベート。プライベートで。ああ、なんでプライベートで12万も入れるの、多分おかしいんじゃないのいやうるさいですよまあ皆さんもね、今のところ決して好調なスタートとは言えないですよ。まあいくら負けてんすかね。そういう計算すらもうしてないでしょ。もうしてないけど、どうせいけないと思ってんだから、うん、いけないと。いけますよここ。そうですね、ここいきますよ。行きます。プレイヤーにもうひたすらプレイヤーに入りますよ私は。もうバカラしたいバカラしたいです、はい、まあじゃあ今日も絞っていきましょうね。絞っていきましょう。絞るっていうんじゃないですか、そのバカラでこうやってみてください。これ、ね、斜めカード見る行為、まあ、いきなり行く人もいるけど、やっぱこ う、ね、こうやってそうやってね、後つけたいですね、みんなこうやって。そうそう、今日のちょっと運勢占ってみましょう。絞ってカードなんて書いてあるのか、設定が書いてあると思うんですよね。設定設定が書いてあるから絞ったらどうですかね。1です。さあ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 、おはようございます。さあ入店と。あれ、なんか割とジャグラー言ってるよ人。本当ですか。こっちに何があんの。いや、ジャグラーですよ、ジャグラー。え、ジャグラーなの。いや、打たないよ、打たないけど。あれ、みんなジャグラーなの。うわ、めちゃくちゃジャグラーだよ、みんな。いやいやいや、本当ね、私は行かないですよ。朝からジャグラー打ったらどんな苦情が来るんだろう。どんな苦情に向けて誰も行かないけど、私ゴッド打とうと思ったけど、誰も行かないんだよね。怖いんだけど。前来た時、ここもハーデスだったんですけどね、ポセイドンだったんですけど。でも、その時は角は入ってないっぽくて。そうなんですね。角外した2、3台目からこっちの方に入ってる感じだったんだよね。これ耕したら大変なことになりますよ。大変なことになる。さあ、これ大事ですよ、この台選び。新しくなってから凱旋は打ったけど、ハーデス打ってないもんね。そうですね、はい、なんか変わるかもよ。なるほどね、はい、今日なんか変わるかもしれない、はい、じゃあもうぴったり画面も揃ってますね。そうですね、ぴったり、はい、じゃあもうこの辺から選びます、はい、この辺からね。まあ、この5台ぐらいでってね、633でいきます。633、はいはい、前も確か角34ぐらいで積もれてた気がするんだよね。うん、僕もまあそんな来てないですけど、角というよりは角じゃない、ね、じゃないっていうイメージありますね。じゃあこれで、はい、とりあえず行きたいと思います。怖いなぁ。今年のハーデスかなりやばいよ。本当ですか。負け具合がそれだから打ってなかったんですよね。毎年やばいって聞いてますけど、今年はさらにやばい。今年はスピードがやばい、負ける。まあ、ただね、もうすぐなくなっちゃいますからね。いつだ。あ、56なくなるっていうか、まあ現代しますよね。さあ、ちょっと皆さん、僕の雪辱も晴らしていただきたいんでね。あ、12万はい、金返せって思ってきてるんで。そうか、前回私もね、8万ぐらいぶっ込んでるんで、そうですよ。ただね、多少1000万枚は返ってきた気がするんだよね。5万負けぐらい済んだ記憶があります。5万ぐらいで済んだっていう額でもないけど、まあ皆さんにとっては済んだみたいなところ。いやいやいや、やめて。あるかもしれないですね、誤解が。ねえ、勝てると思う？これあ、もう早くもう
朝一10分ぐらいでもう不安になってると。6000円で何もレア役引いてないの、はい、ですね。本当に下段数が出てこない。ただのお金入れるマシンだと思って結局ポセイドン2回しか打たないで終わったわ終わったわって、まだ設置され続けますから。多分ね、2回って打ったゲーム数1500円くらいだろう。3000ゲームは打ってないな多分。しかも2連ですね。おお、いいよいいよ連勝じゃないこれまあでもなんかちょっといろいろ引いてましたもんね。そうだね、チャンメンとかね。刺しちゃっていいですよ。刺しちゃいます。さあ全長否定と。あマジだ。もう青だとなんか継続の方を祈っちゃいますよね、とりあえず。そうだね、色があれってどうせ当たんないからね。諦めてると結構当たるんだもうオカルトしか言ってないよさっきから2人で。続けば、あはい、ちょっともう一発上げなきゃいけないのこれ。そうですね。まあ、言っても落ちるんだけどね。で今のところ挙動はいいですよ。まあ確かにね、そうですね、モードの動きはいいですよね、うん、モードは簡単に動く。しかもレア役引いてないのさっき上がったし。そうですね。ただこれでね、この間もこういう感じで粘って、あ最終的に、まあ、気づいたら8万みたいな感じだったんだよね。でも間違いなく6だったっぽいから、間違ったことしてないんですけど負けるんですよいやそんなまだ11時前なんですか。諦めないでください。いや11時前どころかまだ10時30何分ですよ。そうですよ、まあ、30分しか経ってないんですから。本当だね、30分でこれ。ああそしてね、もうすぐ一応変更だったら400ゲームですから。あ本当だ、あ本当だってあおられませんけど静かですね。あこれは落ちた瞬間に引いちゃった系なんですかねあららら、あ計算してますけどね。ヘルゾーンの、ね、煽りの煽りないですね。ないですね。まあ煽られはしないけどモードの動きがいいから続けますよ。はい、怖い怖い。さあ400ゲーム台でヘルゾーンの煽りが来ないと。さあ800ゲームと。あてかこれで発揮するんじゃないですか、ヘルゾーン行ってるか行ってないか。ああそっかってもう忘れてたよ、もう大事なこと忘れすぎですよ。馬天のことしか考えてなかった。いや全然煽られない、ずっとリプレイしてるのに。この後 もうやっぱジャグラー行くしかないんじゃないですか。マジでじゃあ帰るわいやだって、ああそっか、まあ性欲かどうか分かんないですからね。そして上段リプレイを初めて押させていただきましたしかもこれブルブル、あれ、あブルブルが壊れてるぞこの台。ブルブル、ブルブルしないやつだった。なんか多分もう、あバイブがぶっ壊れてると。あこれはレビアスとか出してるの。あー来た、あ来ましたね、あっと当たったよ、はい、当たりましたね。これ当たりますね。さあ初当たりは853ゲームと。あですか、あですか。今日は500ゲームですよ皆さん。50ゲームですね、これおそらくあ、60ゲームだった。60ゲームいや、超かもしれないですよ。お、あ、続きましたね1ゲーム70ゲームとさあ、これで200枚回収とか避けないといけないですよ。
なんでですか、100枚かもしれないじゃん。いやいやいや、あ、100枚は超えた。100枚は超えました。増えるのだけは早いですね。早いっすね、今日は。今日は15枚がいっぱいいけるわ。357枚ですか。357枚で終了と。この台の設定はあるかもしれないんだよな。でも皆瀬美香的には設定あってもおかしくないっていう。そうですね、はい、ボードの動きと。おびっくりしてます。このタイミングで42秒。え、あれ天狗がいたのかな。さっき中段リップだっけ引いたの。ああ、そうですね、中段リップ。いやー、これ刺しましたね、おそらくですね。お、あ、当たった当たった。あ、えさっきのやつ当たってたね。やっぱそうですね、本前兆だったってことですね。さあ68ゲーム、はい、いやー、繋がりましたよ。そうね、持ちコインでどうにかなりました。まあおそらく GG 終了後状態が良かったんですね。良かったので、はい、で中段リプレイで刺したと。そうかな。ワンコやめろ。ワンコやめろ。あの、おい、あー、50ゲームはきついぞ。50だね。いやせっかく当たったのにな。これじゃあ勝てないよ。やっぱハーネス向いてないでしょ。いや向いてないって何回も言ってるじゃん。でも好きなんだ。でもしょうがないよね。なるほど。さあ順調4枚と思うから。やめ、これ流さなきゃいけないの。いや、そうなんですよね。というわけで実践終了で。いやいや、何言ってんすか。お疲れ様でした。はい、じゃあ決まっていきましょう。ああどうしようかな。前来た時は角じゃなかったからやめとこうかな。こっちにずれよ。右にずれる。右にずれる。さあ右の台と。ああ、前日ゼロ。でもあの外線のカード2人も人変わってるの何なんだろうな。危ないな。ハーデスで移動した日勝ったことないよね。一回もない。だって最初の台でめっちゃ負けてるから、どうせそういう日って。なるほど。はい、5万。はい、5万入りました。5枚目ですね。4枚使い切ったと。はい、まあいつものペースですね。なんだろう、この店来るとぶっ込むって決まってんのかな。全員ぶっ込む、私たち。お、当たんじゃなかった。つながらないの。お、久々の本日2回目の。お、黄色だったらいきますよ。皆さん、ホントチャンスゾーン下手だからな。うるせえ。ライターで1人を争う下手さだからな。ああ、ケーブルするか。ああ、いや、見慣れた光景だな、これも。お、いいでしょ。赤赤赤。あおー。ダメだね。いやいやいや、ダメだねじゃないんですよ。だって青だもん。まあそうですね、諦めてると当たったりしますからね。おっ、ちょっと待った、これ確定役か。これ確定役じゃねえか。降臨しろ、押すよ。はい、なんだよ。なんだよ。普通に右上がり行きながら降臨しろって言うんだよ。255。はい、まあでも変装中やりとか珍しいですよね。ねえ、来たかと思ったよね。総投資42000です。ち
ちょっと犬以外でお願いします。辛いわ。あ、本当だ。ほら朝一出やすいでしょ。やべえなこれ、100だぞ。これで500だったら今日変わるよね。そう、今日変わるよね。変わる、今日帰んなくて済むよ。もう今日変わるよね。そう、500ですよ、500。今日500。とりあえずカットイン出しましょう。え、カットイン、フェイクでいいからカットイン。あ、いいですよ。さあ回そう。とりあえず目標はクリアと。ああ、100じゃなかったね。ああ、これもいらないんだわ。10とかでしょ。10だよ、もっとよ。やべえ。ああ、やばいっすよ。回しましょう。あ、出た。久しぶりにやるわこれ。うぜえやつ。しました。久しぶりにやるよ。はい、効果ないかな。15枚やけに引くね今回ね。あー、110。大して変わんないね、いつもと。まあ100じゃなくてよかったですよ。大丈夫、これ1しかないんじゃない。え、そう思ってきたね。もしかして外線。いや、わかんないですけど、外線の方がいいのかな。あ、でもやっぱりループ良かったんでしょうね。なんか赤になってる。あ、本当だ。まあともあれ、そこからまたゴッドなりを引きましょうよ、ね、正座に冷やかされましたから。いや、今引けたと思ったのに。ね、思いましたね。あんなヘルドン中にさ、珍しいもんをお届けできると思ったんですが。ああ、終わっちゃった。まあ現像はまだちょっと多いですけど、現像とかじゃないですからね。740万、まあ足りない。やばいですよ、もうすぐ前半締めなきゃいけない。ひどい取れたからですね。当たってるだけ十分。3回も当たってんだよ、ハーレスで。すごくない。おー、ナイス、ナイス。シレット、キナラ4連決めてましたね。5連決めるから。5連決めちゃっていいですよ。あー、惜しい。うまいっすよ。2発出てこないかな、2発。あー、そうですね、3連分入れてね。さあ、107ゲーム、この台では2回目の GG 突入と。ほら、取れ高あるでしょ。これだからありますわ、もうね、私のハーデスを OK した時点で取れ高のことは気にしといてください、最初から。考えといて、そこは。わかりました。お、取れ高ある。いい台だ、いい台だよ、これ。いい台ですね。さあ、昼顔奥様出てきましたよ。何それ。今、絶賛不倫中ですからね、この時間帯は。12時47分。昼間ですよ、昼間です。まあ、ガンガン回しちゃっていいですよ、奥さん。やばいよ、これ50の可能性高いよ。今までの私の傾向で。私の傾向で。ほらね。この人、回る気ないみたいだよ。ほら。これは完全に50ですね。ね。わー、しょうがないだろうよ、こういう女なんだから。こういう女なんだから。ひどいわ、ムカつくわこいつ、本当。いつか殴ってやる。いつかこいつを。ああ、ダメだな。これはないないないかもしれないですね、本当に。ないないない、ハーデスはないないないだな、これ。なんだよこのペルセポネ。138枚よ、はい、138枚で
ックさん終了と。移動すか。こいつはやめる。こいつはやめる。4人使って、はい、1万4000ぐらいあるから、はい、まあまだ全然いけますよ。28負けね、今607万。まだやれるね、28ならいける、うん、やれるやれる、はい、どこ行く。外線じゃないですか、それ。外線ル、外線ルの外線、外線はあるあるある。本当あるあるあるなのかな。打ってる人ハーデスの方が多いんだもん。さあ、これあと300でほら。そうですね、当たるかもしれない、はい、5% 引っかかれば。まあいいか、これ打ちますか。明らかに状態はよく、人当たるよ、あと300で。はい、そうですね、天井ですよ。はい、じゃあ 5% 狙いで移動しやすよ。はい、頼みます。中段引ければ当たる、当てるんだけど、どうなん。おっ、まあまあ、あと70とか80天井だみたいな話してたけど、まあいいや、当たったからいいや。あれ当たってる。あのちゃんと上げて、はい、上げて右上がりとかで多分刺した感じだと思います。あ、なるほど、まあ、V ハサミとか出てたんで。あ、それは当然上がるでしょうね。え、なんでもないです、すいません。はい、あ、怖いと。繋がってるよ。241枚、乗せられなかったです。川です、スタート。やらわれしたくねー、上から見せる。やらわれは最悪、マジで。今、相当しいくらですか。え、相当しいくらですか。6だね。もうすぐ 6? うん。じゃあこの台放置するわ。え、放置するわ。泳がせるってことですね。そう。ああ、出ない出ない。